はい、皆さんこんにちは。今回ですね、このレポートだとか論文の添削ですね、これに革命を起こしました。以前紹介しましたこのパート9ですね、こちらで紹介した、ジェミニ関数というんですけど、これを Google ドライブの中に保存されたレポートだとか論文、これを一斉にね、すべて添削してくれるというものです。早速どういうものか見ていきましょう。例えば Google ドライブにこのように、フォルダを作って、その中にこんなふうに PDF、テキスト、あとはこれワード文章でも大丈夫です。それから Google ドキュメント、こういったものを入れておきます。そしたらばこのフォルダ ID ですね、こちらをコピーして、このスプレッドシートに、はい、ここです。フォルダ ID というのに貼り付けると。そしたならば評価添削のところをクリックして、添削メニューからデータ読み込みというふうにしてあげると、なんと先ほどのレポートをね、こんなふうに一斉に全部ね読んでくれるんですよ。読み込みには数分かかるんですけど、はい、これで、はい、処理完了ということで読み込みました。一応一つのセルで5万語まで入れます、はい、でそしたならばここですね、はい、ジェミニ関数というので、事前にね、こちらのプロンプトを作っておきます。大学の先生、学生レポートで、生成 AI の開く未来というタイトルでレポートを出されて、評価はこうですよと入れてあげると、ここにイコール、はい、イコールね、はい、ジェミニっていうふうにしてあげて、こちら、はい、こちらの生徒のレポート内容をこのようにしてあげて、これをドラッグするだけです。ちなみにこれ1分間に15名ぐらいまで採点できます。でもしねこれ採点できなくて、エラーが出てしまった場合には、消してね、でもう一度これをコピーしてあげればエラーが解消できるということです。はい、こんな風になりました。これどういうものかというと、こちらちょっと Google ドキュメントで見てみますね。例えば Google ドキュメントで開いて、で先ほどのやつをこう貼り付けてあげると、編集でマークダウンでから貼り付けにしましょう。そうするとほら、こんな風に、はい、学生の出したレポートを添削してくれるんです。これすごくないですか。でこれ学生にどのように返すかというと、こちらに今回はね、提出した一つのドライブに入れたのが自分なので、自分のところに返ってくるんですけど、ちょっとやってみますね。ここで添削メニューからこのメール送信っていうふうにしてあげると、この結果が各学生にねメールで届くようになるんですよ。はい、ちょっと、はい、で送信済みと出ましたので、ちょっとメールを見てみましょう。そうすると、はい、このようにメールで評価がこのようにいくということです。はい、今回はねこの使い方を解説していきたいと思います。でまずは YouTube のこの概要欄にある URL をクリックしますね。はい、クリックします。はい、そうするとドキュメントのコピーということでコピーをします。はい、で一番最初にやることなんですけど、拡張機能から Apps スクリプト、こちらを開きまして、でこの12行目ですね、 API の取得先とありますので、はい、この URL をコントロールキーを押しながら、 Mac の場合はコマンドキーですね、押しながらクリックすると、今ここに、はい、このように API キーを取得というのが開きます。で初めて取得する方はこれとはちょっと、画面が違うんですけど、とりあえずこの API キーを取得してください。で API キーを作成というのをクリックして、でここからジェネレーティブランゲージクライアントというので、はい、既存のプロジェクトで API キーを作成をクリックすると、はい、でこれをコピーします。でこの API キーは絶対誰にもね教えないしてください。でコピーしたならばこちらですね、 Apps スクリプトに戻りまして、ここの歯車のマークですね、プロジェクトの設定とあるんですけど、これですね。でこの下のところにスクリプトプロパティってありますから、ここに半角小文字で API キーと入れます。はい、これ絶対間違えてください。空白とか入ってしまうと動きません。で先ほどコピーした値をここに貼り付けて、スクリプトプロパティの保存というふうにしてあげます。はい、これで、はい、終了です。
はい、そうしましたらこちらスプレッドシートの方に戻りまして、一度ね添削メニューからプロンプトの自動生成っていうのをクリックします。でここで認証が必要ですってますので OK を押して、でここで自分のアカウントを選択して、でこれで許可をします。でこれ一般のアカウントですとこれとちょっと違うようになります。まあどうなるかっていうと、はい、一般のアカウントですとこちらね添削メニューで例えばプロンプトの自動生成とクリックすると認証が必要ですとなって OK で、でここで自分のアカウントを選択して詳細ですね、はい、ここ注意してください。こちら詳細です。で下の方に安全でないページですね、アンセーフのページです。これに移動をして、でこれで、はい、許可をしなくちゃいけません。まあ、ちょっと一般アカウントだと面倒ですけど、まあ、学校なんかのアカウントの場合には先ほどよりも簡単にねこれができるということです。こちらですね、添削メニューでプロンプト自動生成ということで OK ということで、はい、自分のアカウントを選択して、で許可をして、はい、これで OK です。はい、そうしましたらこちらですね、添削したい、まあ、その URL ですね、まあ、レポートの URL で、これ今回はですねこういうことをちょっとやってみます。 Google 例えばクラスルームで例えば3年 B 組の、まあ、生徒がこういました、メンバーがこういましたと。でこの生徒たちに例えば、まあ、こんな課題ですね、この生成 AI のレポートを出させましたと。でこのレポートね一括採点してみましょう。でこれはね Google ドライブの中のどこにあるかっていうと、ここにフォルダありますから、フォルダのマークね、これをクリックしてあげると Google ドライブに飛びます。今ねで試しに PDF、 これワードドキュメントですね、そしてテキスト、それから Google ドキュメントと入れときました。はい、でこれのね、はい、URL はどこかっていうとここです、はい、この部分をコピーします。でコピーしたならばここに入れてあげると。で URL をコピーできたら次にねこのレポートの評価の仕方ですね。ちなみに先ほどのレポートはどういう内容かっていうと、はい、こんな風に見てみると、例えばこの PDF でねこんな風に、はい、生成 AI の開く未来ってね、これについてのレポートですね、こんな風に、はい、レポートが提出されたということになってます。はい、じゃあこれをどのように評価するかっていうのはこのプロンプトなんですけど、まあ、ここにね簡単なこう見本を挙げときました。あなたは大学の先生ですと、学生のレポートを添削して100点法で評価してください。まあこれ自分で書いてください。でここにタイトルね、生成の開く未来というタイトルでレポートを添削するとか、ルーブリック評価、この評価は自分で考えてください。例えば、まあ、100点法でもいいですし ABC 評価でもいいですし、まあ、こんな風に入れます。でそしたならばですね、ここのところでこれを一通り入れたならばプロンプトというのを生成してあげます。でこの添削メニューからプロンプトの自動生成として、でここがちょっと時間かかるんですけど、多分30秒ぐらいできるかな。はい、これをもとに、まあ、どういうふうに添削しますかっていうことを今作っています、 AI が。はい、できました。はい、こんなふうにね、はい、添削してくださいということで、それから出力はこんな感じですよということで、ね、学生のレポート評価ということでこんな風に評価するよということ でこの辺、まあ、例えば付け加えてたければいろいろ20点ずつ、20点分の何点ですよとか、こう自分で、ね、加工してください。この辺はこんな風に生徒評価するよと。で全体100点満点だから、このように20点ずつ分けて、それぞれ内容、論理性、構成、表現、独創性とかを、まあ、こう見ますよとかね、はい、入れると。はい、これだけです。はい、そしたならば、はい、ここのところでこの先ほどのフォルダ ID の中のデータを持ってくるので、この評価、このデータ読み込みですね、データ読み込み、こちらをクリックすると、まあ、ここはちょっと時間かかるんですけど、まあ、1人ずつここにデータを持ってきます。はい、こんな感じですね。でこれ何にも書いてないのはこれ白紙でこう出ます。で今ここにファイルの種類なんですけど、これテキストだとかね、それからこれ PDF で今読んでますよ。 PDF はねちょっと時間かかるかな、読み込むのに。はい、読み込みました。でここは何ですかね、これはワードですね、ワードで作った文章ですよと。今これもちょっと読み込むのに時間かかりますね。
はい、じゃあちょっと待ちます。はい、で次これが何だろう、あ、これは Google ドキュメントですね。これはもう一瞬で読み込めるという感じです。はい、そうするとね、これを作成した、まあ、学生のメールアドレスはこれでできます。はい、で今このプロンプトに基づいてここにジェミニ関数ということでイコールね、ジェミニと入れてカッコで、はい、このコンテンツのところのホルダー、はい、でこれでやってあげると、で何も入ってない場合ここに出ません、はい、そうすると今ドラッグしてあげると、はい、こんな風に出てきます。一人ずつの評価がこんな風に、まあ、出るということですね。あとでちょっと詳しく見てみましょう。でちなみにですね、これ1分間に15人程度しかこれ評価できないので、もしねここで例えばエラーが出てしまった場合には、決してこういうところをコピーして貼り付けると、そうすると新たに生成されるので、はい、その点だけ注意をしてください、はい、そうするとね、まあ、どういう、まあ、レポートができてるかっていうと、ちょっと見てみますね、はい、例えばちょっと見てみると、はい、でこのところで編集でマークなんか貼り付けするとこんな感じです、はい、で88点ですよみたいな感じでこう出てくるという感じになりますね、はい、であとはですね、この評価ですね、で何も出してない生徒ですね、これに対してはここを空白にしとくということで、はい、あとはここで添削メニューで評価のこのメール送信とありますから、はい、これで送信してあげると、今ねメールアドレス横に送信後あとは送信済みと出ます。でそうすると学生一人一人に届くんですよ。ちょっと見てみましょう。例えばこの学生ね、どうなのかっていうと、ほら届きました。そうすると学生の方にこんな風にメールが届きますよということです、はい、じゃあもう一人見てみますか。じゃあもう一人、例えばこの子に関しても受信トレイで見てみるとやりますから、はい、でこの子は レポート提出はなかった場合ですね、今回レポート提出ありませんでしたということで、この空白の場合にはこのようなメールが送れるということです。はい、これねいろいろね応用が効くと思うので、まあプロンプトね、こう自分用にカスタマイズしてあげると、それ用にこのところの採点ができますから、いろいろ工夫してやってみてください。何かこれに対しての質問がありましたら、 YouTube の概要欄にね、コメント等いただけると返事ができるかと思います。はい、あとですね、このギガチャンネルではメンバーシップを募集しています。メンバーシップに登録すると優先的に、ね、質問に答えますので、ぜひメンバーシップに登録してください。あとはメンバーシップ限定のねアプリなんかも無料でダウンロードできますから、ぜひメンバーシップよろしくお願いします。それではまた。じゃあの。